はい、ルルカです。本日からね、こちら、アマゾンのプライムデーが始まったわけなんですけれど、まだね、ルルカも何も購入していません。なんかお得なもんあるかなと思って、いろいろと見ているわけなんですけど、ま、あその中、今ね、こちらの画面に映ってるあるものに関して、間違いなくお得だなと感じましたので、今回そのね、間違いなくお得な商品に関して、とりあえず紹介していこうかなと思います。まあ、それね、何かというと、こちらになってるんだけど、アマゾンデバイスがお買い得ということで、こちらね、めちゃくちゃおすすめです。特になんですけど、これがおすすめです。ちょっと見ていこうと思うんですけど、TV 第三世代ここここちちちらののの方がが普段4980 1980 60%円のととろセール価格でででで購入することができます,すすめですするきまオフれめめゃゃくおなぜおすすめこんなにできるかというと、まあ、実際ね、うちの実家に設置してるんですよ。まあ、いつも言っているんですけど、こちらの商品に関しては、もちろんね、自分で使ってもらうのもいいんですけど、マジでプレゼントにおすすめです。うちの実家に関して、まあ、ルルカがね、プレゼントしたファイ e TV スティックは、現在ね、2台使われています。正確に言うと3台プレゼントしたんですけど、つい最近、もともとね、第2世代一番最初にあげたんだけど、 この第3世代っていうものに変更しました。でね、うちの実家では、もともとネットフリックス、ヘビーで見られていたわけなんですけど、現在はね、ディズニープラスにハマっていて、うちのリビング、お母ちゃんがね、メインで使ってる方に関してはディズニープラス、うちのお父ちゃんが使ってる方に関しては YouTube をメインで見ています。まあ、ネットに関してもルルカが設定して、ホーム 5G っていうものを設定したわけなんですけど、まさかのね、1ヶ月間で約1テラ使うっていうね、まあ、どんだけうちの両親動画見てんだよって話にはなるわけなんですけど、まあ、やっぱね、そんだけ容量を使ってるっていうことは、やっぱドハマりしてるというか、まあ、かなり使われている、プレゼントして良かったなっていう商品になっています。こちら に関しては設定までしてあげることが前提にはなってくるんですけど、プレゼントでめちゃくちゃおすすめです。そして、先ほども言った通り、元々うちの実家には第二世代ってものを使っていたんですけど、まあ、第二世代に関してなんかね。久々に家で動画のを見ていたら動画自体はね。問題なく見れているんですけど、その設定だったりとか調べる部分に関してかなりね。もっさりしてしまっていて、なんか劣化してたんですよね。なので改めてつい。さっきちょっと母の日があったんで、まあ、母の日にね。これあげるよ。っていうことで、こちらのプレゼントして設定の方もしてきたわけなんですけれど、まあ、うちのお母さんね。大満足ということで、まあ、元々ね。第2世代を使っ。 方っていうのも多くいると思うんですけれどこの、ね、値段も値段ですのでこの機会にね第2世代使ってる方に関しては第3世代に変更するのもいいと思いますし先ほどから言っている通りまあ、実家とかに関してねまあ、設定がありきではあるんですけれどプレゼントする際に設定などもやってあげると、まあ、お値段はね安いものにはなってるんですけどお値段以上という感じでむちゃくちゃ喜ばれると思いますのでこの機会に購入してみるといいんじゃないかなと思いますそして今回のキャンペーンさらにお得な部分があってただでさえね60%オフなんですけど注目はここ はい。ギフトにおすすめ。ファイー TV スティック2台まとめ買いで70%オフです。はい。ね、この2台買うなんてね、転売でも済んだからとか思われる方もいると思うけど、まあ、実際もでね、うちの実家に関しては2台プレゼントしています。リビングの方と寝室の方につけてほしいということで、両方につけてあげたので2台使ってます。多分家の中で、まあ、一緒にね、見る方っていうのも多いとは思うんですけれど、別々のね、ところで見たいっていう方もいると思うんですよね。そういう方には、なんと1480円、70%オフでね、購入することもできるということで、今回のプライムデーに関して色々お得な商品はあると思うんですけど、ルルか取り ずこれ激推ししたいなと思いますまたねこのファイヤー tv スティックだけではなくてファイヤー hd 8タブレットになるんですけれどこちらに関してもなんとね、50%約ね5000円で購入することができますもちろんね性能としてはまあ、ルルかね ipad を愛用してるんですけどファイヤーシリーズのタブレットも持ってるんですけど ipad とかと比べてしまうと同じねまあ、1080p とかで再生したとしても画面に関してまあ、ちょっとね難はある部分があります難があるというかやっぱ微齢ではないんですよねなんですけどこういうものに関して基本的に見ていれば慣れます重たいものを使いたいのであればやっぱ ipad とかの方がサクサク動 置いていいわけなんですけど、まあそんな方ばっかりじゃないですよね。先ほども言った通り、まあそのファイヤ tv スティックとかに関しても、うちの実家でね。まあ動画を見るのに役立っているということで、fire HD 8とかに関してもそういうことをネットを見るだったりとか、amazon の動画を見たりとか。まあ、あと amazon の電子書籍を見るとか、まあ、そういうのに関しては何の問題もなくね。利用することができるスペックっていうのがありますので、このタブレットが5000で手に入るっていうのはかなりお得感あるんじゃないかなと思います。こちらに関しても先ほどここはい2点買うと1000円オフということでまさかのね。2台同時購入もすることができます。先ほどのように1台あげとね。両親とかだと自分も。 みたいな感じでね。両方個別に欲しくなったりとかすることもあると思いますんで、まあ、両親にあげる場合とかに関してダブルであげるっていうのもあり、なんじゃないかなと思います。その他に関しても amazon が販売しているデバイスかなりね。割引対象になっていますんでまあ、概要欄のところにねそちらのを貼っておこうと思います。とりあえずね、ルルカとしては1980円ということで、めちゃくちゃ安いんで騙されたと思って。とりあえず買ってみてください。そして一応ね。プラスアルファなんだけど、このプライムセール中に関しては amazon デバイスに関してポイントアップキャンペーンでプラス4.5%の対象にもなっています。まあ、4.5%もう値段が安いんでね。ポイント的には微々たるもんなんですけど、さらに。 アルファのポイントももらえちゃったりとかするので試してみてくださいこの他にもね Amazon いろんなキャンペーンやっていますんでそちらに関しても動画にしていこうと思いますんでよろしければねチャンネル登録といいねのよろしくお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございましたこれマジ喜ばれるからね